笑い袋とは、内部に音を出す機械が入った布製の袋で、ボタンを押すと録音された笑い声を再生する、ジョークグッズである。本家の製品は内蔵のアナログレコードを使っていたが、後には、電子式のものも登場している。ドイツの発明家 EN、ワルター・ティーレが1968年に製造した、笑い声を再生する機械を靴下に入れた、ラクソックが、原型とされる。 日本で笑い袋を製造を販売していたパーティーグッズメーカーの株式会社アイコによると内部の装置は1960年代にアメリカ合衆国向けのミッキーマウス人形の内蔵プレイヤーとして制作したもので1967年にアメリカでの特許が出願されているしかし売り上げは伸びなかったため1969年にこの装置を入れた袋が ラフバッグなどの名前でアメリカで売られたところ大ヒットし、翌年には日本でも発売されて流行したという。アイコでは30年以上笑い袋の製造を続けていたが、レコードの原盤が太陽限度を超えたことで廃盤となっている。ドイツの DDR 社製とみられるラックサックの内部。この製品はレコードの交換が可能布製の巾着袋の中には、 プラスチック製の外装を持つ五角形の装置が入っている。この装置のボタンを押すと、レコード板の溝で固定されていたレコードの針が持ち上がり、スプリングによりレコードの最初に移動して、乾電池駆動のモーターでレコードが回転し、ボタンを離すと、レコードに針が落とされ、笑い声の吹き込まれたレコードを再生し始める。 また、再生の途中でボタンを押してもレコードの最初の位置に針が移動して、再び最初から再生を始め、レコードの最後まで来ると電源が切れて、再生を終了する。そのような仕組みのため、電池を抜いて強制的に再生を止めても、再び電池を入れると、途中からレコードの再生が始まる。この玩具では、 レコードの針がロート状のラッパに連結されて直接発音されるためアンプやスピーカー音量調整などがなく電池で消費するのはレコードを回転させるモーターの動力のみであるレコード版はこの用途に特化された特殊な仕様のものでレコード内蔵型玩具であるために版の交換はできず単一内容のみの再生ではあるが現在では笑い袋には 基本的な笑い声の商品だけでなく収録内容の違うレコード版を入れた様々なテーマの商品が存在する。ちなみに本体のボタンには誤操作防止のストッパーはなく袋の中にあるので誤ってボタンを押してしまいやすいが巾着袋は 紐があるので持ち運びや吊り下げがしやすく、思わず袋をいじりたくなるようなコミカルな笑い顔、などが描かれていることが多い。なお、ボタン電池で稼働する小型化された、電子音声型の笑い袋も市販されているが、押しボタンを押すと笑い声を発生する点は同じである。ありがとうございます。